はいどうも、YouTube のお時間がやってまいりました、今回もよろしくお願いします、ということで今回の、動画からですねオープニングちょこっとつけてみたんですけどもこんな感じでよろしくお願いします。はい、仮面ライダーはあまり、気にしないでください。で、今回のお話はですね、ちょっとこう映ってますけども、ちょうど B'z の It's Showtime のこれシングルのジャケットですが、ちょうどこの時にですね、オリコンチャートですごいことがありましたが、覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。ね、ですね、過去のシングルが、8センチシングルがですね、マキシ化して10枚、10タイトルマキシシングルスということで10枚発売、再発ですね、されました。で、その時にデイリーチャートで1位から11位までを独占。で、さらに、ウィークリーチャートになりますと、1曲ね、SMAP の世界に一つだけの花が、入っちゃいましたが、それでも、トップ10の中に9枚のシングルが入りましたんでね、ちょっとそのお話をちょっと懐かしいので、したいなと思います。はい。で、その時の、2003年の4月7日付の、シングルで、堂々の1位になりましたけども、B'z It's Showtime。これがですね、30万枚、約31万枚の売り上げで、1位を獲得しました。で、そうですね、もうちょうど、デイリーチャートで1位から11位まで独占してたので、これはもしかしてウィークリーでも、SMAP を抜いて1位から11位まで独占するんじゃないかという話もちらっと出ましたけども、でもちょっとこう毎日ですね、実はオリコンの集計を見てましたら、ちょっとそうならないなっていうのもありまして、結局のところ2位が、SMAP の世界に一つだけの花。でしたね。こちらが14万枚の売り上げでした。で、さらに、すごいのが、この3位に、BE THEREですね。この再発版が、3位にランクイン。で、当時の8センチ版は、これ最高が7位だったので、そうですね、3位まで、ランクを上げたという感じになっております。で、反対になってますね。これ初回版のピクチャー、仕様ですね。で、こちらが3位を取りまして、4位が今度はZEROですね。ZEROの、こちらのバージョンで、これももちろんピクチャー仕様です。これは初回版ですね。で、5位を取ったのが、愛ママですね。愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。で、この曲がですね、この再発した時に、トータルで10万枚、ほど、売れまして、おかげで10年越しのダブルミリオンを達成したという、曲ですね。で、6位はレディーナビゲーション。これも懐かしい曲ですけども。ちなみに、これのピクチャーがこうですね。シングルジャケットの、似たような感じのですね。で、レディーナビゲーション。で、これも、ですね、若いですね、お二人ね。で、次が7位が Easy Come, Easy Go! ですね。こちらが7位を取りました。これ、いいですね。若いね。いいね。いいねってなんだ。で、アローンが8位。8位でしたね。で、こちらも、いいですね。若い。で、ちなみにこのアローンのジャケットには秘密があるよっていうのは、ちょっと前に動画でアップしてますので、もしよかったら、そちらの方も見てみてください。ジャケットがつながるという、不思議な、仕様になっておりました。で、9位がブローインですね。ブローインが9位を取っておりました。はい、これも当時の若いですね。で、10位が小町エンジェルでしたね。まあ、この曲からですね、オリコンチャート初登場1位記録がずっと今も続いているというのが本当にすごいことだと思います。ね、はい、いいですね。いいですねしか言わないですね。はい、本当に、だっていいんですもん。いいんですもんって言い方おかしいけど。で、こっからが11位ですね。裸足の女神。当時、トヨタカローラのレヴィンの CM ソングだったんですけども、その CM がね、タイアップということで、当時はレヴィンに乗りたかったという記憶があります。ああ、いいですね。ちょっと、講師の顔がちょっと切れてますけど、かっこいいですね。で、12位が、まあ、愛しい人よ。でしたね。という感じで、なぜかこう講師の頭が切れたりしますね。という感じで、おっとっとっと。残念ながら、1曲だけ、こう、並んだ時に、SMAP が入ってしまいましたが、でも、なんだかんだ言ってやっぱいい曲ですもんね。いい曲ですもん、もうね、しょうがない。それはもうしょうがないということで、今、It's Showtime から、12枚のうちの、2位が SMAP で、それ以外はもう B'z が1位から12位まで、SMAP 以外が、独占したという感じのデイリーチャートでした。デイリーじゃないや。ウィークリーチャートですね。でした。本当に、この時はすごかったんですけども、結局だから、裸足の女神と愛しい人よを抜いた、ここまでがちょうど、ランキングですね。1位から10位までなんですけども、もう、後先考えても、トップ10に9曲、ドイツのアーティストが入るっていうのはもうないでしょうね。絶対もう今後ないと思います。本当にね、やっぱり実力ってやっぱりファンあっての、B'zですよね。まあ、ビーズがいるからファンがいて、ファンがいるからビーズがいるっていうか、まあ、うまく成り立ってるなって。で、当時、あれでしたね、この、箱っていうか、こうシングルケース入れれる、こちらの方も、まあ、10枚買った人にはプレゼントというものがありましたので、自分はちゃんとこれに入れて保管しております。ですね。ちゃんとここに入る曲が書いております。まあこういったのもありましたね。でもこれ以降のね、裸足の女神以降のシングルはまだマキシ化されてないんですけども、なんか一回開放でマキシ化してほしいですかみたいなの書いてたのもありましたけどもね。結局のところ今のところはまだ何もないという感じです。まあ多分マキシ化したらやっぱり買っちゃうのかなとは思いますけども。まあ、今日のこの仮面ライダーは、まあ、愛嬌ということでよろしくお願いします。はい。ということで、今日はまあ大したお話ではないんですけども、まあ、B'z がですね、まあ、マキシ化した時にオリコンチャートにいっぱい曲が入ったよっていうようなお話を、ちょっと今日はしてみました。こうですね。はい。ということで、これくらいで今日は終わりたいと思います。またなんかいろいろ動画アップしてますんで、よかったら見てくださいね。ということで、お相手はユークスターダストでした。ありがとうございます。バイバーイ。